短い夏が終わってすでに秋模様の9月初旬のパリの空です。街路樹の葉の色がすでに水気のない乾いたような色になっていますよね。2021年のフランスの夏は2014年以降で最も冷涼で雨の多い夏だったようです。こんにちは、ケイスケです。今は所用でオペラの方に向かっています。今日は雲のないいい天気になりました。でも実は気温は一気に下がって現在13度なんです。半袖だとさすがに寒いので薄手のセーターを着ています。今凱旋門は去年の5月31日に亡くなったブルガリア人アーティストのクリストさんと奥さんのジャンヌ・クロドさんのアートプロジェクトが完了してこの姿になっています。今日は背後が青いので凱旋門がくっきり見えています。この凱旋門の様相についてはアートとしての好みと、あとここ最近の環境に対する世論で人々の間では賛否両論のようです。それにしてもこの高さ50メートル、幅45メートル、奥行き22メートルのこの巨大な凱旋門をどうやってラッピングしたのかって思いませんか。まあこんな機会もなかなかないだろうって、実は先日の日曜日、僕はこの凱旋門を間近で見てきたんです。今日はパリ市内での自動車の利用が終日禁止されている9月19日日曜日です。ここにも記してあるように10月3日まで3週にわたって一定のゾーンでの週末の車の通行が禁止されることになっています。この青い部分が制限区域です。少し話がそれますけど、こうしてみると凱旋門を中心に12本の通りが放射線状に伸びているのが分かりますよね。歩いて凱旋門の近くまでやってきました。どうもこの先には入れないようなので、凱旋門から見てシャンゼリゼ通りのちょうど反対側にあるグランドアルメ通りの方に向かいます。グランドアルメ通りにやってきました。鉄柵が設けられています。今日この円形交差点に入るためには陰性証明かワクチン接種済み証明を提示しなければなりません。ということで、この凱旋門の周囲には数箇所簡易検査場が設置されています。外国人観光客も受けれるようになっていて、検査結果は15分程度で QR コードで携帯に送られてくる仕組みです。まあでもよく穴に大きなものを包みましたよね。陰性証明の提示と荷物検査を終えて交差点に入りました。今は夜の7時半です。以前にも少し触れましたけど、このプロジェクトにかかった1400万ユーロ、日本円にして17、8億円程度なんですが、これはすべてこのクリストさんの遺産などの自己資金で賄われているそうです。この覆いかぶさっているポリプロピエン製の生地が凱旋門の彫刻を損傷させないように、この中はこんな感じでスチール製のフレームでカバーされています。じゃあ凱旋門の真下に進んでいきますね。その真下から見上げた凱旋門です。凱旋門の内側までもこんな感じで全てに布が覆いかぶさっているんですね。この凱旋門の立つ中心部分は円形になっていて、このように石畳になっています。今日天気予報では雨だったんですけど、気温も21度まで上がっているので半袖で十分です。天気もそこそこということもあって、ご覧の通り大勢の人々で賑わっています。あ、そうそう、この凱旋門を覆う布に巻きつけられたこの赤いロープ、これ一体どうやって巻きつけたんだろうって思いませんか。ということで、これはお披露目4日前の凱旋門です。雨の中、生地で覆われた凱旋門の上の方に人がレスキュー隊のように横一列にぶら下がっているのが見えますよね。こちら側はシャンゼリゼの方からしてみるとちょうど凱旋門の裏の方になります。
もちろん安全な状態で吊るさがっているんでしょうけど、雨が降る中大変ですよね。まさか人がぶら下がってこんな感じにやるとは思ってもいませんでした。今日は気温も高くはないので少し心配になります。この日作業は夜中まで続いていたようです。実際にどんな生地なのか興味があったので確かめてみたんです。少し青みがかった銀色でざっくりと網目の見える生地であることが分かりました。思っていたよりもかなり分厚い生地だったんですよね。そしてこれがこの赤いロープです。間近で見るとかなり光沢があることが分かります。実際に握ってみたらかなりしっかりした綱で、まあまあ太かったので日本の神社の賽銭箱を思い出してしまったんです。そしたら凱旋門が鳥居に見えてきて、綱を握ったまま一人でにやついてしまって、きっと誰かが見ていたら変な人に思われていたんだろうなって思います。このポリプロピレンというのはどんな特徴があるのか調べてみました。このポリプロピレンというのは耐熱性に優れていて強度が高く吸湿性がないんですね。ちなみに今回使われているこのロープと生地はドイツ製だそうです。いつも凱旋門を見てる人にはいいかもしれないけれど、このイベントを知らないで凱旋門を見に来た人がいたらちょっとかわいそうかななんて余計なことを考えてしまいます。まあでも無事に完成してよかったですよね。正面に見えるのはマドレーヌ寺院です。この間見た寺院正面の足場が今どうなっているのかちょっと気になっていて遠回りをしています。空の色がもう夏ではなくなってしまっていてちょっと寂しい気もします。マドレーヌ寺院の真裏です。そしてマドレーヌ寺院の正面です。足場の外側にパネルが設置されていました。つい最近までは足場がむき出しになっていましたよね。オペラ通りまでやってきました。久しぶりに見るオペラ座ガルニエ宮です。交通量は確実に戻っている感じがしますよね。向こう遠くに見えるのはバンドム広場中央に立つ塔です。その手前の左側に電動のはしごがかかっているのが見えますか。きっと事務所ですかね。引っ越しの最中のようです。結構な量の荷物乗せれるんですね。オペラ座の頂上にある銅像の背後に足場が組まれていることに気づきました。オペラ座の前を通っていこうと思います。マスク姿に少し違和感はありますけれど、階段に人が座っている光景は少し嬉しい気持ちになりますよね。実はここ最近パリ市内でフランス語以外の言葉を耳にする機会が増えています。なんとなくですけれど欧州内の観光客は少しずつ戻ってきている雰囲気です。いつもは横目に見ながら通り過ぎていくので、この階段を登ってオペラ座に近づくのは新鮮です。用事が済んだので帰ろうかと思ったんですが、さっきのオペラ座の足場がどうなっているのか気になってここなら見えるだろうって急遽プランターの上に来てみました。オペラ通りからは見えませんでしたけれど、かなり大掛かりに足場が組まれています。これも2024年を目指した改修工事なんですかね。とてもゆっくりですけれど少しずつパリは動き出している感じがします。焦らず確実に前進していきたいですよね。ということで明日もいい一日をお過ごしくださいね。それではまた。